ということでゲストは元 SK48 の日高ゆずきさんです。わーい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。出会いから話す。出会い、はいはい、出会い、はい、出会いは1対1のなんか取材がありますみたいなのを自分がもともと担当してたラジオのコーナーとしてなんか企画をしてくださって、うん、そこが初対面だったんだよね。そうだね。あんた1回電話したけど1時間ぐらい電話したわ話終わらんやん初詣行くかこの先いろいろ不安だし。そうそうそう、ちょっとお願いしに行こう。お願いしに行こう。まだ行ってないしね。うん、ということで初詣行ってきました行ってきました。おみくじ何引いたんすか、うん、これですか、これですか、うん、何みくじですか。これは恋みくじです仲良くね二人して恋みくじです、まあ、切実じゃん。切、まあね、確かに確かにそうそうね、切実じゃん。いいかもしれないんだよ。なんかさ、心配なのよ私も、うん、幸せになってほしいわけ親かじゃあいつになったら出会いがあんのと思って。出会いはご縁よ。そうね、そう。まあね、これに委ねればいいんじゃない。そう、見ましょう開けますね。せーのする、せーのする、うん、せーのする見ちゃった見ちゃったよ。オッケーオッケーオッケー、いいよ、はい、せーのして、はい、行くよ、はい、せーの、待、はい、って俺知らないよゴールインってね、さっき言ったよね私さ、はい、これ出てさ、これゴールインがあるかもみたいな。これなんか 1,2,3,4,5,6 種類ぐらいあるんですけど、 そのちょうどねこの白がゴールインがあるかもっていうやつなんですけど、いやいないのにねっていう話をしてたら引いたちなみに私は、はいはい、青。これドラゴンズブルーだね。そうだね、ビジネスドラゴンズファンね青は、うん、気品あふれる恋の予感。やったなんか良さそうなのを引きました。ゴールイン誰ですね誰もなんてやめよ、ほんまに怖。これちゃんと読んでよ。あ、なに、ちなみになんかこう、それ何、ああ、中のやつ、のちなみに中吉、中吉、せーの、ねえ一緒、中吉全部一緒なんじゃん。おみくじは一緒だわ。星座、うん、牡牛座が良い。あ、残念、牡牛座だったよかった、危ねえ危ねえマジそういう反応待ったじゃないの。年齢差3歳以上離れない方が良い。あ、上も下も、うん、でもさ、なんかお姉さんとかの良さそう。えと、イノシシ生まれが良いが、猿年でも良い。お、一緒だ、それえと、一緒だ。方位南か北東、南か西は避けよ。縁談、素敵な相手が現れてもまだ早い、2、3年は待ちなさい。だなのに、これなのに、じゃあこれの意味はない、あるの、これは果たしてゴールインするかもなんでしょ、まあ、そういる、もしかして、いないです、いないです、もしかしているとかかと思った。結婚、うん、先いいよ言って。結婚は、うん、意外に身近に赤い糸で結ばれている人がいる。結ばれている人がいる、私がこの話、うん、じゃない、え、身近にいるのかな。俺は言わんとこは。なんで？よし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 。身近なところにいい人です。私だ。え、A 型じゃないでしょ？え、O型。うん、O 型。牡牛座？牡羊座。なんでしょ？でも別に全部さ、イノシシ生まれじゃないでしょ？うん。ほら。どっかかけられるとかねえかな。めっちゃおもろいんだけど。いけんちゃん
あ、いいじゃん。いいね、色もいいね。ほら。はい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 。いや、はい。いやいやいや、はい。初詣何お願いしたの？初詣のお願いは、うん、健康と、うん、あの、報われますようにって。何を報われて。真面目に生きてきたから何を求めてるの？なんかいいことありますよね、はい、って、ね、今後の仕事は？今後の仕事はいやもう多分表舞台に立つことはないので、うん、普通に働いてる25歳26歳の女性としても普通に働く普通の本当に超普通の仕事本当に本当に、でももちろんこの11年やってきたキャリアを生かせられるような職ではあると思うんだけど、うん、そうだからそのプレイヤーとして活動することはまあ今のところないかなって感じ。なるほどね。そうなんですよ。違う、私言いたかったことあるんよ。じゃあ私がさ、卒業公演の時に、うん、お話してくれたでしょと思って、はい、もう本当にありがとうございましたっていうもうあの深々深々下がってないけど深々全然画角考えてんの深々じゃない。こうしたら顔見えないでしょ、もう深々いやいや全然浅々でしょ浅々マジ深々と思って知らなくて、うん、あのぐんちゃんはお話聞いてたのよ事前に、うん、あ、そうなの？そう話出すって。あ、そうそうそう聞いてたんだけど知らなくて、うん、えみたいな、うん、でそのカメラマンさんとか浅田さんがそのフラワースタンドのこのたちをまとめてバッて写真撮って送ってくれたのね、うん、公演前に、うん、でえみたいな、なんでみたいな、なんでめちゃめちゃびっくりしたんだけどと思って。そうね、やると思って。やる、そうか、やる、やり手でした。サプライズ好きだからね、本当にめちゃめちゃ可愛かったし全部持って帰りたかった。あのフラワースタンド全部持って帰ってない。あの持って帰れるだけのお花は持って帰って、あの名前とバルーンも持って帰った。これで来年、うん、日ハムとかのユニフォーム着たら俺怒っちゃう、うん、大丈夫、花代返してもらうからねそれは大丈夫だよ、返してもらう。やっぱこのさ芯にあるこの根っこは変わんないから、私は、うん、大丈夫だよ。でももう8年目でしょ。8年目だよ。もうベテランでしょ。ベテランではないか、もう中堅若手の。でも一番何中心になってやっていかなきゃいけない年代なわけじゃん。いやそんなことはないと思う。でも言わなくても自覚してると思うし、なんかそれがもうすでに行動出てるからあんまあれだけど、なんかめっちゃちゃんとチーム引っ張っていってるなってすごいなんか外から見て伝わるんで。根が真面目じゃん僕。うん、それな、根が真面目だからね。そう、いやなんかすごい尊敬できるのがあって、はい、いやなんかそういう野球に対しての考え方もそうだし、の向き合い方とかが、うん、あ、これがプロなんだなって思うことが私はたびたびありまして、ええ、なメンタル面とか、はい、なんかメンタル強い弱いとかじゃなくて、なんかコントロールするのが上手なんだなってなんか思うわけ。私はメンタルがをコントロールするのが下手だったから、うん、なんかこういう人の生き方を見習って頑張ろうみたいな感じで思ってたわけ、うん、だから別にもう変わることもしなくていいと思うし、このままで別に私はいいなって思うんで、現状維持現状維持って難しいんだよ。現状維持難しいよ。一番現状維持しようとすると交代するからね、うん、大変なんだよ。難しいよね、うん、やっぱ不安なんで。不安でもなんでもない。いやこの先不安なんよ。あなたなら大丈夫本当に大丈夫。じゃ結構やればできる。それ人の言葉、はい、己の言葉で欲しいんだけど、やっぱ結構勇気いる決断をして、私は11年いた世界を離れて、全くでもないけどまた全然違う世界に飛び込んで一から社会人をするってなって結構不安なわけよ、うん、大丈夫かちゃんと働けるかなみたいなあるんで、やっぱそういう時のやっぱメンタルサポーターが、メンタルサポーターだった。メンタルサポーターが契約してるの俺。あ、そうだよ。あ、そうなんだ。そうだよ。
しっかり、ありがたい言葉を、ちょっと、わしにかけていただいて、うん、その言葉を胸にわしは、ちょっとまあ、何月からかあれですけど、まあ、働く、ちょっと、体制に入っていこうかなと思うんで、どうぞ。どうぞ。頑張れるじゃん、だって別に。いや言わなくたって。わかんない。あなたの持ち前の明るさと愛嬌で。いいやつだしね。明るくていいやつっていうのだけが取り柄なんだけど。まあなんかでもさ、わかんないからやってみなきゃわかんないタイプ、まあ、じゃんね。まあどの仕事もそうじゃない。やってみなきゃわかんないし。そうなんかやってみなきゃ雰囲気もわかんないし。だからもうとりあえずやってみようみたいな気持ちで。それでいけるとこまで行った方がいいと思う。そうね。最初の方は。で、要領掴んで、ちゃんと仕事をできるようになったらいいんじゃない。思うけどね、はい。まあじゃあ今年以降も私何かあった時のメンタルサポーターをしてくれるということで、うん、そうね。ね。すげえ。ね。いいタイミングで。ね。メンタルサポーターですか。そうしていただいて。連絡もしないくせに。気使ってるって言ってるやん。で気使わなかったら多分めっちゃ言っちゃうと思うよ。その本当に親しい子とかにはさ、もう返せる時に返すから別に LINE 入れといてもらってもいいですし。そうだね、はい、ちょっと落ちてますって今じゃ今なんか、はい、分かる。すいません今ちょっとカウンセリングしに行きますカウンセリングしてください。それやっちゃう。また新しい仕事か。そう、ね、頑張ってほしいね。いやちょっと頑張りたいね。ちょっと大丈夫でしょ。頑張って働こう。大丈夫。行きましょう。いつから仕事するのか知らないけど。何をするのかも知らないけど。何をするのかも何も知らないけど、大丈夫でしょう。でもそのなんか根拠ない大丈夫でしょってたまに響くよね。たまにねこう背中を押してくれるときある。たまにね変にさ取り繕った言葉よりもそういうのがいいときってあるよね。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。何もしてないですけど。頑張って生きていきます。多分これ見てる人で、多分大丈夫でしょうって響いてる方いると思う。あ、見てる人の中で、ね。そうそうそう。あ、よかったね。な、私だけじゃなくて、こう見てる方のこうちょっとした一言に元気をもらってるんで、一緒に頑張りましょうね。はい、頑張ってください。応援してますよ。もうぼちぼち。終わりだよ。あと3時間ぐらい喋るけど。なんで？俺喉枯れるわ。お腹空いてるし。お腹も空いてるし。飯食い行くぞ。あと3時間喋れる。じゃあ、あとこの後3時間喋る。はいはいはい。飯食い行こう。